ヨハン・ルドルフ・グラウバーは、ドイツ・オランダの薬剤師で、科学者。歴史家の中には彼を、世界初の科学工学者と呼ぶ者も,もいる。1625年、硫酸ナトリウムを発見したため、これを、グラウバージオとも呼ぶようになった。1604年、カールシュタットにて、利用士の息子として生まれる。子沢くさんの大家族であり、学校にもろくに通わなかったが、 独学で薬学を勉強し多くの研究機関を訪問したと考えられている。本人は高校の退屈な授業よりも経験によって学んだことが良かったと語っている。ウィーン、ザルツブルク、ギーセン、ベルトハイム、キッチンゲン、バーゼル、パリ、フランクフルト、ケルン、アムステルダムと移り住んだ。はじめは鏡の製造を制御としていたが、ギーセンの宮廷では、 薬剤師として二度使えた。しかし、三十年戦争が勃発したためそこを去っている。アムステルダムでは医薬品製造事業を立ち上げた。一時は大いに成功したが1649年に倒産し、ベルトハイムに移住した。二度結婚しており、二度目の結婚で八人の子を設けた。息子のヨハネスがグラウバーの著書の挿絵の版画を制作したと見られている。 1660年、仕事で様々な重金属を扱っていたことが、原因の中毒と思われる病に倒れた。1666年、馬車から落ちて、怪我をし、その後は寝たきりとなった。結果として、家族を養うために、蔵書や、木狩いを売り払って、金にした。1670年3月16日、アムステルダムにて死去。 グラウバーはワイン生産工程を科学的に研究し、改良法を業者にライセンス供与することで商業的成功を収めた。また、医薬品を作って販売し、貧しい者には無料で治療薬を分け与えるという一面もあった。しかし、彼を有名にしたのは無機化学への貢献であり、様々な化学物質の製法を発明、発見したことにより、科学者だとされている。 科学プロセスと機器の改良もいったため、初期の科学工学者とも呼ばれている。例えば、世界で初めて高濃度の塩酸を製造した。1648年、硝酸カリウムと高濃度の硫酸を熱することで、硝酸の製法を改良した。硫酸ナトリウムの製法を発見し、それを本人は素晴らしい仕と呼んだ。これにより、名声と名誉を得て、硫酸ナトリウムは、 グラウバージオと呼ばれるようになった。当時、硫酸ナトリウムは、比較的安全で効果の高い射撃薬として、重宝された。消化期間をさらにすることは、多くの病の治療としてよく行われていた。メディアを再生する、ケミカルガーデンの成長の様子1649年、グラウバーは、世界初のケミカルガーデンを観察し、それについて、記録を残した。 元々のケミカルガーデンは、計算カリウムの水溶液に塩化鉄の結晶を入れたものだった。他にも、塩化アンチモン、酸塩化ヒ素、塩化ズ、塩化塩の合成と単理を行った。さらに約40冊の本を執筆し出版した。中でも、無双的な著書として、デストーチランズウォールファールトがある。これは、30年戦争後のドイツの経済的回復のために、 科学の産業化を提案したものである、オペラカイミカの表紙、ありがとうございます。